1960年頃、ハリ養2004年2月頃、豆腐に刺されたハリバリクとは、折れ、曲がり、サビなどによって、使えなくなった縫い針を供養し、近くの神社に収める行事。各地の社寺で行われているが、主に、淡島神社、または、淡島神を祀る道がある寺院で行われる。起源にハリセンをやむという古い習わしがあったとされ。 それが日本に伝わったとされるは不明であるが、平安時代に、聖和天皇によってハリクの銅が法輪寺に建立されたとされているので、旧世紀後半には日本にハリクの風習があったことは確実と考えられる。鉄の針が大量生産されるようになったのは、室町時代のことであり、和歌山の淡島信仰と結びついたハリクの風習が淡島元人を通じて、 日本全国に広まったのは、江戸時代中期以降のことである。張り供養に参加する女性2月8日、または12月8日に行われる。2月8日は、こと始めの日であり、農作業や裁縫も休みそれから1年の作業が始まるからである。一方、西日本では、こと始めとこと収めの考え方が違っている。一般的には2月8日であるが、 関西地方や九州地方では12月8日が一般的である。しかし、大阪天満宮では2月8日、片の淡島神社ハリサイでも2月8日、佐賀の法輪寺では12月8日と2月8日の双方に行われるなど、必ずしも地域によって日時が固定されているというわけではない。関東地方や東北地方の一部では両方という地域もあるが、 ほとんどはどちらか一方の日に行われる。かつて、12月8日と2月8日はこと8日と呼ばれていた。12月8日をこと治め、2月8日をことはじめと呼び、こと治めには農耕を終えことはじめには始めるとされていた。この両日は慎みを持って過ごす日とされ、この日は針仕事を休むべきと考えられていた。そして使えなくなった針を神社に収める、あるいは豆腐や、 こんにゃくのように柔らかいものに刺したりすることで供養し、裁縫の上達を祈った。また、かつては土の中に埋めたり、針を刺した豆腐やこんにゃくを川や海に流して、供養するという形式で取り行われる地域もあった。針に触れないようにするという風習が残ると山県や石川県では、針聖母とも呼ばれ、饅、ま、頭や大福を食べたり知人に送ったりすることが行われている。 富山県などでは、針聖母は12月8日に行われるが嵐になることが多い得意日で、針聖母あれと呼ばれている。長野県作地域では、2月8日に針を豆腐に差し込み、集落によっては紙棚にあげて、拝んだり、縁の下へ投げ入れたりする。現在では、家庭で針仕事を行うことが少なくなり、家事作業における感謝や、 祈願の意で行われることは少なくなったが、復職に関わる分野においては未だ根付いており、和裁や洋裁の教育機関や企業では、現在も行われている。針供養の行われる戦争時、淡島道境内。ありがとうございます。